こんにちは、速稼塾の方です。感染症が1年以上私たちの暮らしに入ってきてまして、どこに出かけるのもマスクとかね、手洗いとかね、まあ清潔になって結構なことなんですけども、まあ、こういった状況を意識してるのって果たして地球上でもしかしたら人類だけかもしれませんね。そしてその中でもそのことが理解できたり情報として受け取れる人だけかもしれません。もしかしたら山奥の未開の民族、こういうのがいるとして、果たしてマスクをつけるでしょうか。今日は明日食べる食べないというところで本当に苦しい思いをされている方はどうでしょうかね。ワクチンが欲しいと思うでしょうかね。不思議ですよね。文明社会にいて何がしかの文明を享受して、まあその地球上をね支配しているような気持ちになっている、もしかしたら私たちは目に見えない、本当にあるのかどうかわからない感染症を恐れて、そして自殺者まで出てたりね、会社経営が行き詰まって働くところがなくて収入がなくて、で、やっぱり生きていけないという方もいると。なんか知るかゆえに生きていけないみたいなこともあるのかなと思ったりねしますね。もしかしたら私たちが喜怒哀楽って感じているものは錯覚なのかもしれません。私はね、子育てをしたり、それからね、介護士として知的障害の子供たちを預かることがあったんですけども、その子たちの感情っていうのは完全に内側から来てるんだろうなと思うんですよ。例えばね、お葬式があるじゃないですか。葬式に行ってちっちゃいね、血のみ子が悲しくて泣きますかね。なんか思いのままに泣いたり笑ったりするんじゃないかなと思うんですよ。なんか私たちはもっと内側から出る感情に目を向けるべきなのかなと。どうもね、周りの人に合わせて感情を作ってるんじゃないかなと思うんですね。まあ、それが調和を取る方法なのかもしれませんよね。みんなが困ってる時は自分も困ってるふりをしないといけなかったり、みんなが喜んでる時は一緒に喜んだ方が自分の人生が有利に運んだりとか、ついついそんな計算をして自分の内側から湧き起こる感情とは別にですね、他者が感じている感情に合わせようとするその同調圧力っていうのがねあるのかなと思います。だから葬式に行ってわ面白いなと思っても笑えないですよね。確かにね、お葬式って笑いが出ちゃう人いるんですよ。なんかね、葬式でね、正座しながら神妙にしてる時に小さな音がプッと聞こえてね、匂いがモワンとしてくるんですよ。どうですか、笑っちゃいますよね。でももうお経の声なんて気にならなくって、どうしてもね、くせえな誰だろうみたいなことね考えちゃうんですよ。でこれって素直な感じ方なんですよね。でも「あくせえなこの野郎」とか言ったらその場の雰囲気が壊れるからやらないですよね。でこれがねどこにつながるかっていうと、会社に勤めていながらビジネスをするのをためらう人の理由に、いや会社でね副業禁じられてるんで、どうも顔出しはどうも目立たずにやりたい、こっそり稼ぎたいとかね、家族にバレずにやりたいとかねあるんですよ。これって内側から来る不安以上に、お金がなくなるとかね、暮らしがやばいっていう不安以上に大切にするべき予定調和なのかなと思っちゃったりしますよね。逆にですね、不動の収入源を持てば誰に対しても堂々としてられるんじゃないかなという気もするんですよ。前回ねちょっとお話したのは、感情をあれですよ、断食ですよね。感情の断食、五感の断食ですよね。お腹が空いたとか喉が渇いたっていう、そういうふうなね、飲みたい食いたいっていう感情を断食っていうことをやることによってある程度抑えて意識せずに済むような、そんな状態にすることができます。断食に慣れた方は
断食結構ね、スムーズに半日とか1日とかやってのけるんですよね。で、感情の断食ってのは最初はね、見たい、聞きたい、嗅ぎたい、味わいたい、触れたい、こういうふうな五感を求めてくるんですよ。でもそれを意図的に遮断することによって、見なくても聞かなくても嗅がなくても味わわなくても触れなくても内側の感情に敏感になることができるんですよね。あ、自分は外界を遮断したらこんな風に考えていたんだなとか、こんなことを見たがっていたんだなとかね、こういう風な匂いに気づけるんだなとか、内側に、自分の内側にね、自分自身に触れているっていう感情っていうのはなかなか持てないと思いますけども、実は自分が何者であるかっていうのは外にはないんですよ。内側にしかないんですよね。だから自分探しの旅ってあるじゃないですか。旅をする必要ないんですよ。世界中どこに行っても自分に出会えることはないと考えます。違うんですよね。ここにいてもいいんですよ。じゃあ今日の動画の結論でキーワードを出しますね。今ここでできることっていうのは世界中どこにいてもできます。今ここでできないことはどこに自分探しに行ってもできません、出会えません。そう思うことによって自分の確固たる位置を作ることができるんじゃないかなと思うんですよ。だからどうですかね、私が例えば佐賀県に行きました、急になんかタイムスリップしました、多分3年後には1億円持ってるですよ。まあ、そんな感じです。どんな状況にいても自分という持ち物は変わんないんですよ。ですんで自分の等身大の自分を傾向、要するに持ち歩いている限りどこにいても自分からスタートできるんですけども、他者に影響される自分を持っていると他者ってものが変わった瞬間に自分のアイデンティティは崩れていくんですよね。その外部への依存度が高ければ高いほどです。まあ、ですんでよく言いますけども、自分の人生を変えたかったら仕事を変えろ、人脈を変えろ、住まいを変えろと、こういうふうに言いますけども、こんなもん変えたって自分自身は変わらないわけですから、変わらないんですよね。まあ少しの影響はあることはあるでしょう、もちろんね。住むところが大きい家に住んでいる、小さい家に住んでいる、これだけでも毎日受ける印象は変わりますんでね、違うと思います。人脈もそうですね。毎日自分を励ましてくれるそんな人たちに囲まれているのか、自分をね攻撃する人に囲まれているのかによっても変わるでしょう。でもやっぱり大筋はですね、自分自身がドーンと確固たる地位を築いていれば、足を踏ん張っていれば、それがどこにいても住めば都なんではないかなと思いますね。で今回は以上ですね。花井さんはどうですかね。これはね、私はそう考えないっていうだけなんですけども、違う考えもあることも理解します。それは人生を変えたかったら仕事を変えろ、住まいを変えろ、人脈を変えろっていうことが、そういうふうなことを言う人がいるんですけども、私は、そんな人のせいにしてる、周りのもののせいにしてる以上は何も変わらないんじゃないかなと思いますけども、でもやっぱりね、そういうものを変えて、仕事を変えて人生が、運命がぐっとうまくいくんだったら大いに変えるべきだと思うんですよ。花井涼子さんはこの人生を変えたかったら何々をしろっていうこの3点ね、どう思われますか。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。